こうなんであるぞ。もうちょっとジーザーさん本意でやられてるってことですか。グラグラ。もちろんである。おお、なよ。みんななぜか熱狂的な信者なのである。かの。なぜかは謎である。赤ちゃんプレイが好きって聞いたんですけど。特にこの右の方に。あれ？あのなんだっけ、ハイライトが言ってた。右におるサタンは。ポテとメッセと違う。ポテが言ってます。そうでしょう。ポテが言ってた。そんな言い方するのは良くないだろ、サタン。芝居てくるもん。ありがとう、教えてくれて。あ、レン君とハンバーグラタン。あれ、なんだっけ。赤ちゃんプレイが好きで なんだっけ。アロマキャンドル。男好きの赤ちゃんプレイ。これからレンクこれあげるね。ああありがとう。ウニビール。特にないので。おすすめって頼んだらお酒来たんだけど、お酒飲めないから。あ、飲めないの。あ、じゃあ私と交換しましょうか。じゃあもうレンクにあげちゃった。なんか知らない間に熱狂的な信者がいつの間にか。ちょっとあのこの後ダウン通知かも。皇帝って。あ、皇帝のね、お客さん。襲ってきた。逃げたら。かしてます。かっこいい。襲ってきた。皇帝病院行ってくる。了解。皇帝。皇帝。皇帝ちゃん。合ってるっすよ。逮捕？逃げられちゃ、逃げられちゃってるっす。ああ、了解、了解。いい加減してください、連先輩。皇帝ちゃん。ああ、助けてくれ。皇帝が。怪我？次は9番。ちゃん。あれ？プレイ中か今。うん、直したら。プレイ中。赤ちゃんプレイ中。痛いな。痛いな。レンタル。さん直したら言って。はーい。ちょっと待ってね。そういう仕事なんですね。なんだなんだなんだレンタル。この前まだ直せないよね。あ、直せる人。直せるよね。怖いよ。この後一緒にどこ行こうかこうって。どうしたってな、レン先輩。どこ行こっか。レン怖い。一番怖いの、多分レン君が。はい、治りました、完全に。いや、まだ治ってない、治ってないぞ。ノビー皇帝。ノビー、まだ治ってないぞ。皇帝の皇帝はいただこうか、この後。どういうこと、助けてくれ、汚れる。はい。どうしたんですか。怪我されるの助けて。後ろに行きますよね。あ、ランポ君も一緒に行く。やばい、気まずいか、俺これ。俺乗せられちゃったんですけど、手錠かけられた。ランポ、皇帝のことを解放したら1000マイル。どういうことですか。お前手錠かかってるの、なんで。手錠かけられてます。なんでかかってんだよ、お前手錠。無理やり乗せられました、俺、武井先輩に。武井に。どうなってんの、一体。どうされたんですか、これ。今から二人きりでちょっといろいろとあって、ちょっとじゃあ手錠だけお願いします。待ってね。はい、くっそい。お願いしていいですか。くっそい、こんな野郎。どっか、ランポやれやれ、ランポ。どっか、固定ね。絶対どうなってるんですか、一体。はい、皇帝、君が望んだんだろう。どうしたんだね、先輩。じゃあ行こうよ、二人で。どこの穴蔵がいい。何の話だね、先輩、一体。いや、俺の秘密をバラしてるみたいじゃないか、みんなに。秘密は秘密であるから、秘密でいいのに。どうやってバラすんであれば。
法廷の肯定をもぎ取るしかないね。え、でも秘密？何の話だ一体まったく。いや、なんかそういうプレイをしてるみたいな。俺が。まったくふざけてるんかね先輩。だ、皇帝今から行こっか。他人と二人きりで。今大丈夫ですって。行きますからね。助けてーランボー。なので発砲は良くないよ。発砲じゃない、空砲。発砲、弾出てよ、弾出てよ。空砲。金切るよ、バキン。空気砲。気温の前で発砲は良くないよね。空気砲。ランボーやれ。発砲よ、それ。はい、こっちか。まあまあ、一旦落ち着け。おはようございます。おはようございます。助けて。どうしたの？今日が2秒前で発砲してました。助けて、強気。今からね、デート。違う、うん、だから、全然大丈夫よ。違うの、強気。1000万とか言って出てたから、なんかなと。あ、違う違う、先輩、あとは1000万で俺が、いろいろしてあげるってこと。違う、払うか、助けろ、強気。え、何、どっちどっち、助けろ、強気皇帝は。いや、だって、待って、赤木パイセンってさ、ランクいくつでしたっけ。ランク6。いや、3人か。あ、皇帝パイセンはエドワンの。まあ、副隊長、スワットのランクは。でもね、まあ、ランク、まあ、4やね。取ってほしいかも、なんか、赤木さんは僕、帰って大丈夫ですか。まだ2つ残ってる。大丈夫、帰って。じゃあ帰ります。おい、ふざけんな、強気。上官の言うことは聞かなきゃ。こっちも上官だ。あ、そういえば皇帝ね、俺この間いい場所見つけたんだ。なんかいい感じの場所。こっか。強気、今座っただろ。皇帝の偉いぞ。じゃあ後で脱いでもらおうか、皇帝。怪我される、助けて、強気。君は知ってはいけないことをしてしまった。汚れた血が混じる。汚れた血が混じる、違うよ、混合するんだよ。何を言ってるんだ。汚れる、助けて。俺は上官、身は部下、誰が助けるって言うんだい。貴様の部下になった覚えはない。いやいや、ランクは俺が上官。いや、この国では人としての価値が違う。いや、もうこの後価値がなくなるから大丈夫だよ、思って。助けろ、強気。どこにいたいっす。もういないよ。この間特別な場所を見つけたんだ、皇帝。話せ。どうしたの？おい、話せ、赤切れ。どうしたの？赤切れ。赤切れじゃないの？赤切れ、話せ。あれ、まだその口が聞けるのか。そっか、どんなことしようかな。レン先輩。あ、なんで？あ、どうしたの？レン先輩。どれがいい？ここの綺麗めな部屋か。なんだここ。綺麗めな部屋か。まちょっと薄汚い感じもいいよね、こう、ね。あ、見え。あ、見えない？これどう？で、見える？見えるぞ。このいい感じ、薄汚い感じどう？お、早く解放しろ。ふざけたまねません。おい。あ、ふざけるな。え、何？あ、逆にふざけたまねされそうだからちょっとこう。まあ、さ、一度だけ撮るね。この野郎。ここのベッドもいいと思うんだけど、どう？こんな飲みしかいないような。あ、じゃあここにする。やっぱ汚れた人間はやっぱお似合いの場所に住んでるんだな。あれ、まだ言う。あ、じゃあ最後まで行くここまで。もう衛生の民とか気にせず最後まで行く。おい、ふざけるな。どっちがいい。あ、このとりあえずまだあって部屋、この汚い感じのところか、まあ小綺麗な感じの。あ、また見え。あ、また見えない。見える？
どこで見つけてきたのこんなん。このいい感じのなんかね、まあ、いや。見えない？見えん。好みだった？こうて。他のとことかいいんじゃないか？警察署とか。あ、でもここ結構綺麗だよ。いやー汚くないかここも。結構俺最近さダウンさせてするのが好きでさ。いやでも警察署の方が綺麗かったけどな。あ、綺麗だった。場所で言うんだったら、ああ。でも俺結構好きなんだよね。鏡もあるしさ。鏡、いやでもちっちゃいんじゃないか。じゃあちょっと今から始めるね。いやここは汚いんじゃないか。いや結構俺ここ好きなんだ。じゃあダウンから始めるからね。足からがいい、手からがいい。いや落ちつけれん先輩、血迷うな。血迷ってないよ、俺が俺だから。どうしたの。いや気倒りやがった。どうしたの。いややるとこまで行くから早くちょっと脱いでもらって。いや先にじゃないか、連先輩が。ああ、じゃあ先に行けるの、どこら辺がいいね。やばい。ねえ、どこら辺がいい。何もできないよね。ああ、転っちゃったか。やばい、化け物がいる。GPS もあるしすぐ見つかるよ。あ、どうするっていうの。ありがとうね、わざわざ。あら、これまだくっついてる。あー、いたいたいた。ちっちゃこて寝ぼっか。大丈夫か。あ、これ大丈夫、これ大丈夫。気にしないで、気にしないで。去年行って、うん、今デート中らしい。今可愛がりだから、可愛がり。そうそうそう、可愛がってるだけ。なら OK。 ほら、みんなも分かってくれてる。ボテボテ、みんな分かってくれてるね。あ、じゃあもう無線も取ろっか。ちょっと静かなところがいいもんね。え、無線ね、没収。だ、はい。あ、俺からのがいい？コウテ。見えん。見えない？見える？見える？あー、どうした。あ、見える？ごめんごめんごめん。俺からのがいい？あー、やっぱ連先輩からのがいいんじゃないか。じゃあゆっくり一つずつ行こうか。じゃあコウテ。いや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 、手錠かかったら脱げないだろ。あ、そっかそっかそっか。じゃあこのままだ。逆にいいな、これも。これもこれで。これもこれで生きたな。スタンバイ。始めようか。何打ち込んでほしい？ボテ。もう無線も取り上げたからないよ。何もできない君よ。あ。ねえ、あれ先輩。何？やっぱあんまり激しいのは好みじゃないから。激しいの好みじゃない。ああ。何笑ってんの。手に笑ってる、笑ってる、笑ってる。何笑ってんの。笑ってないぞ、笑ってないぞ。ああ、いいね、もっともっといいよ。ああ、いる。がっ、いいね、その苦しみ方、いいよ。いいじゃん、もっと、はい、もっともっと。え、苦しんで。ねえ先輩、どうしたの。まだ足んないね。いやいやいや、一旦追いつこうね先輩。一旦抜こうか。いや、やっぱ手錠があるとな、うん、やっぱ脱げないからな。いや、言ったってな。
まあ仕方ないよな、手錠かかってる以上。まあそっか、そのまま行く。そのまま行く。いやいやいや、レイ先輩も先にやっぱ脱いだ方がいいんじゃないか。いや、もう脱いでるって。いや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 、あ、じゃあ分かった、はいはいはい。いやでも下がまだ脱ぎ切れてないぞ。脱ぎ切れてない。あ、じゃあその市長に言って全部出してもらう。まあまあ、セブンデイズ未来みたいな感じで出してもらう、全部交代見ないようにするから。交代見ないようにするって言ったって、だってこの後何言って見るんだよ、何言ってんだよ。じゃちょっと衛星真っ暗にして交代。レン先輩、レン先輩、なになになに、やっぱやっぱ言った、この状態だとな、やっぱ見栄えが良くない。見栄えが良くない。そんなこと言った、見栄えいいぞ俺は。うん、いや手錠はちょっと質目がいい、もっと。いやいや違う、そう取っちゃいなくて、はい、外せって。まあやっぱそっと脱ぐもんも脱げないからな。でもどうする、このままもう公開しないんであれば全然いいんだけど。また噂をね、どう、一応秘密で終わるからさ、こうやってしね広められちゃうとこっちもこっちで困っちゃうな。あ、どうしようか。でも謝罪の声が。いやいや、レン先輩、いやもうみんな知ってるって。知らないよ、ここまでは。ここまでやったら肯定始めてたもん。肯定だけだよ。あ、でも初めてだからね、肯定が。いや、その別に初めてとか気にしてないから。肯定が初めてだから。いや、気にしてない。別にそこ、ちなみにそこ引っかかったわけじゃない。肯定だから俺彼女作んないんだ。気にしてないよ、別に全然そういうとこは。そこじゃないから引っかかってるとこ。進む止まる、どっち。いや、レンゼバ、一旦落ち着こう。落ち着こう。いや。他にいい人いるって、レン先輩なら。いや。違う、なんか興味を持ってくれてるのかなって。いや全然、全く1ミリも。いやだからなんか、いや聞いたんだよ、救急隊から。そういう感じで皇帝が言ってましたよって。違う、皇帝が言ってましたよ。おかしいな。でもいいよ、俺が秘密にしとく、秘密にしとくからいいよ、逆に。いや秘密にしとくよ俺。そういう問題じゃなくて。大丈夫、墓場まで持ってくから一緒に。墓場まで持ってくとかじゃなくてね。ここトイレあったのかな。ここがいい、こうって。あ、あるある。あ、いいじゃん。うわ、いいじゃん、ここ。うわ、いいね、ここ。おい、ふざけるな。遊んじゃう、コーテ。遊んじゃう、コーテ。俺逃げ回って俺。あー、いいね。どこまで行くの。ゴーテーちゃん。いや、レンズ前。一旦話しよう。対話が、二人には対話がもっと必要だ。対話って何？あ、もっとより良い気づ、よりよく気づきたいってこと、今後のこと考えて。そういうこと？俺とってこと？いや、こっちも国がかかってるから、レン先輩。考えて、いや、いいよ、俺も国もじゃあ引き継ぐよ。いや、いらない。一緒に引き継ぐよ。いや、後継ぎがいないから。いや、後継ぎ作ろう。無理だよ。作ろう。無理。作ろうじゃない。女じゃない。赤木蓮、貴様は。いや、作ろう。無理、作ろう。RPG を作ろう。打ち込めばいける。いや、無理よ。RPG を校庭にぶち込めばいける。今、ちょうどあるよ、俺。いや、こっちなんだ。いや、レン先輩、知らないのか？何が？女から生まれるんだ、子供ってのは。だから？あ、けど、貴様じゃ、後継ぎは生まれない。我が国の存続に関わる。いや、大丈夫、産むから。
いや、その気合いとかじゃ思ってなくて、うんうんうん、多様性がとかじゃなくて、多様性の時代だから今。いや、多様性でも解決できない問題よ。大丈夫大丈夫、ちゃんと生物学的に無理だから。どこ行けばいいこれ。あ、飛行機乗って行こうか。じゃあ一緒に国に帰ろうか。事件対応なんか忘れな、今日は。いやいや、ちょっと待て。いや、我がロスサントス帝国今日で1周年なんだ。あ、そうなの。ああ、じゃあ、いいね。帝国の存続のためにもな、ここは一つ。じゃあ、1周年の記念にぶち込もう。皇帝が探すから。いや、探してあげるから。じゃあ1周年の記念にぶち込もうよ。いや、いらない、うん、あ、やっぱ後継ぎ問題があるからな。赤木蓮を、蓮先輩が、いや、赤木蓮が嫌いとかじゃなくて、やっぱ後継ぎの問題上、受け入れることができないから、アテンドするから。いや、いや、もう紹介する、紹介する。いや、今、だってこれ救急隊からアテンドされてんだよ、皇帝のこと。だ、いい、いい、救急隊から逆にノビアテンドするから。いや、ちょっとノビ離婚したからちょうどいいし。いや、ノビ、いや、それは離婚したからちょうどいいし。それはダメだろ、売れちゃう。いやいやいや、ちょうどいいからな。それもう夢やん、それ。いや、ノビもやっぱ離婚したからって言ってたからな、本人が。任せろ、連先輩。ここで意外と広いから、人脈任せ。人脈広いの。あ、ああ、だからこれだけ広まったってこと。いやいやいや、皇帝が言ったことによって、俺の秘密にしてるものがどんどん広まったってこと。いや、やっぱ受け入れてくれてるってことだよ、みんな。蓮先輩、じゃあ受け入れてよ、皇帝も。いやいやいや、皇帝はだからやっぱりやむを得ない事情があるため。でもどうにもならないよ、もうこれは。皇帝、蓮先輩、いい人いるって、もっと他に。いや、でもこうやって興味を持ってくれたのは皇帝さ。いやいや、持ってないぞ、蓮先輩。ありがとう。いやいやいや、ありがとうじゃなくて、全然持ってないよ。ありがとう、皇帝。じゃあさ、ちょっとさ、企画考えよっか。何のだ。少し変えてさ、いろいろと。おい、どこに行きだ。あ、やばい、ズボン履いてなかった。まあいいか、これで行こう。もおい、いいわけないだろ。おい、警察官としてどうなんだ。警察官として、警察官として情報漏洩っていいの。いやいやいや、情報漏洩じゃないよ、蓮先輩。個人的なプライバシーの漏洩っていいの、皇帝。蓮先輩、違いますよ、皇帝は蓮先輩のためを思って。いや、だからありがとう、あの、俺を迎え入れてくれて。いやいや、皇帝は迎え入れてないよ。ありがとう、本当に嬉しい。うん、我が民の中にな、いい相手がいるかもしれないと思って。皇帝がいい。いや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 、もう皇帝がいい、俺。皇帝は嫌。皇帝は嫌。皇帝がいい。皇帝は嫌。まもなく赤木蓮のライン超えます。どこだったっけ、皇帝。これ二人気になれる場所。ああ、警察署の宿直室とかいいんじゃないか。おお、いいね、そこベッドあるし。南署の宿直室じゃ行くね。あ、でもダメだな、なんか入らないそうだしね、皇帝。やめとこう。どうしたの、どうしたの、皇帝。あったあったあった、これじゃない、これ。うわ、暗号とかだ。暗号。うわ、皇帝。
何やってんの。くっそ。あー、いいね。でもいいパンチ、いいパンチだよ。こうて、いいよ、いい気持ち、いいよ。こうてフェレン先輩、なんだ。いや違いますよ。何が。今のはやっぱ、まあ、2人のちょっと仲がいいあまりのやつじゃない。あー、迎え入れてくれたってことじゃ。いや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 、今日はね、狭い方。今日はやめとこうね、先輩。何今日は。ならいいのじゃ。やっぱロスタントス帝国は発展してからじゃね、やっぱり。じゃあ外す。うん、やっぱ良くないよ、こんな場所で。殴ったらもう進行ね。最終段階まで進む。発展しようか、一緒に。どこ行くの、皇帝。どこ行くの、皇帝。皇帝どこ行くの、止まって皇帝。で止まって、おい、えい、いけない子だね、いけない子だね、こうて。いや、レンゼンは違うよ。いけない子。行こっかじゃ。皇帝。皇帝行こっか。かわいい。もうあそこのベッドしかないから、あそこのベッドで行くね、コウテ。心の準備はできてる。いや、もっともっといいとこあるって。心の準備はできてる。いや、レン先輩、もっと他にいいところあるよ。いいところある。あ、救急隊呼んじゃった。じゃあもう見てもらおうか、救急隊にも。サーマルで。こいつ終わってる。皇帝に逆さ、いらないいらないいらない。皇帝に全部を捧げたいと失礼します。お、助けて。あ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。ちょっと待って、よし、この状態で。助けてー。いけない子だね、コージー。いけない子だね、皇帝。コージー、助けてー、救急隊。大丈夫だからね、助けてくれー。あー、間違えた間違えた、ここじゃないわ。はい、大丈夫だから、今から。はい、最後まで行くよ、お手。行かない、くそ。大丈夫、大丈夫。どうにか。おっか。いや、やめてくれ。もう袋着て、服着たままでいいからね。はい。あ、ちょっと待ってね。はい、最後まで行くからね、最後まで。お手。じゃあ、下ろすよ。あ、ごめんね、入るよ。レン先輩、レン先輩。どうしたの？
何？どうしたの？ホテルどうしたの？いや今日は違うよね。大丈夫、俺の衛星は何も見えてないから見えないようにしてる、あえて大丈夫いい感じいい感じじゃないよ。あ、待って、でいい感じになるか。あ、ぼかしが入ってる、いい感じ。あ、ぼかしがじゃない、いい感じにぼかしが入った。あ、そっち側、そっち側行けばいい。違う、全然じゃあ狭いところがいい。そっちじゃない、そっちじゃない、狭いところがいいんだ、こうやって。あ、分かった、そっちじゃない、狭いところね。今行く、そっち今行くから。助けて、助けてなんて、助けてるじゃん今。って意外とでかいね何を見てんだ。こうて意外と、あ、いいじゃん、こうて。こうて、あー、すがなんかスワットの副隊長なだけあるね。え、いいと思う、こうて。あ、やば、あ、ちょっと、あ、よし、救急隊、し、最後まで終わった。大丈夫か。お、大村さんどうしたんすか。お、いやいや、なんかこっから信号出てたから、なんか犯人にやられたみたいで。あ、そうなのか。はい、ちょっと俺も治療できますか。なんか犯人に起動されちゃって大変だったの。はい、ちょっとね、ぶち込まれたみたいで。おお、マジかよ。はい、校庭結構だいぶでかいのにやられてるの。そうですね、校庭結構だいぶぶち込まれちゃって、なんか疲弊しちゃってますね。恐ろしい、凶悪事件。いや、本当に逃げられました、犯人には。マジかよ。はい、あれじゃん、こっちに呼んだか、まさか。こじこじ来てね。あ、こじの方大丈夫、ごめんね。なの、いや、ややこしくなる。あ、これ皇帝だから。一旦ごそしてくれ。皇帝ならいいか。なの、なの、待って待って。おい、待って、なの。ごめんね、来てもらったのに。大丈夫じゃん。うん、全然大丈夫。後で金を払う。ありがとう。一応払う。10億払う。いや、でもさ、なのさ、20億以上持ってるからいらないんだ。何が欲しいんだ、貴様。お金持ちなんだ、ボラタス。また、あげよう。いや、でも、これ赤木さんでしょ。あ、そうそう、あの、いや、今受験対応してて、うん、受験対応じゃない、受験対応じゃない。あ、じゃあ、皇帝より赤木さんの方が信頼してる。あ、おい、なんでだよ。ありがとう。どこにだよどこに信頼できる要素がある。何そんな。でも、赤木さんってしっかりしてる人だし。そうだ、何、うん、そんなこと言うのよ、皇帝。しっかり、闇書社長だぞ。多分、でも、まもろさん、今ね、犯人にやられて気が動転してるんですよ、皇帝。あー、なるほど。はい、ちょっと後で、薬いろいろ投与してあげてください。あー、オッケー、分かった。はい、新鮮、精神アテンザあるから。あ、そうですね。それこそ、なんか新薬ぶち込んでもいいかもしれないです。頑張って、皇帝。じゃあ、皇帝、あの、病院で迎えに行くから。じゃあ、犬島さんお願いします。はい。ポテ。なんだ。大丈夫だよね。いや、ごめんね、来てもらっちゃった。ごめんね、ありがとうね。いいですよ。ありがとう。